から私が例の重要な客人だって。ほら見てみ、接待してくれた人たちみんなこう言ってたじゃん。こちらにどうぞ。どうぞおかけください。では少々お待ちを。お待たせして申し訳ございません。はじめまして、霊院この絵の参加と申します。現在霊院様は偏邸を離れておいてですが、出立前にあなた様へ贈り物とある印をご用意されました。本日はそちらをお渡しします。様曰く、言葉で説明せずともその印が指す場所にあなたが求める答えがあるとのこと。期限は3日、それまでであれば霊院様に必ずお会いできます。申し訳ありませんが、私の口からお答えすることはできません。しかし霊院様もあなた様とお会いすることを望んでおられます。申し訳ありませんが、現時点ではより詳細な回答をすることはできません。しかし霊院様はお一人で遂行しなければならないことがあり、あなた様との面会をずっと心に留めておられます。
あなた様の来訪される時間が予測できなかったため、このような方法となってしまいました。3日というのは長くてもという意味です。レイン様がご自身で指定されました。ですが3日以内であれば、いかなる形であってもお会いできるかと思います。レイン様に代わり感謝申し上げます。あなた様のご好意は必ずやレイン様にお伝えいたします。我々はあなた様の助力を求めています。しかしこれはお願いであり命令ではありません。そしてこの時間での問題でもありません。我々はただあなた様に事の全容を把握していただき、その後で助力いただけるかどうかを判断していただければと思っております。それとレイン様は、印はただ謎解きをするためのものでなく、証拠や合図となるものだとおっしゃっていました。また事態が急を要したとはいえ、このような曖昧で複雑な方法でしか伝えられず申し訳ないとも。しかしあなた様の存在と情報は、あなた様が思っているよりもはるかに重要なものなのです。レイン様はここにはおりませんゆえ、それにお答えすることはできません。ですがあなた様は特別です。その者たちとあなた様の違いは何なのかということですね。私の目には生き物の周波数が映ります。いや、むしろ周波数しか映りません。あなた様はレイン様と同じ周波数を持っています。歪みのないありのままの姿です。この世に存在しているあなた様本来の姿です。それはそれぞれ違いがあります。デバイスを貸していただけますか？あなたが腰にかけているひょうたんのことです。
これはレイン様からの指示ですので。探索モジュールを最新版へとアップグレードいたしました。これによりスキャン、オブジェクト操作、鍵縄などの機能が使えるようになります。またあなた様の通行権限の認証につきましても、デバイスコードを各関口と信号塔に送信しましたので、担当者にデバイスコードを提示、もしくは信号塔を登録していただければ通行できます。要は今週各地を行き来するためのフリーパスのようなものです。はい、変定も含め自由に出入りできます。また失礼ながらお尋ねしますが、宿泊される場所はお決まりですか？もしまだでしたら、レイン様が変定内に手配された部屋をご利用ください。ご利用の際は私にお声掛けください。お部屋までご案内します。わかりました。では私はここでお待ちしています。漂白者様、何かわからないことはございますか？何でもお尋ねください。私ができる範囲でお答えします。いいえ、知りませんでした。もし一度でもお会いしたのであれば、あなた様のことを忘れるなど決してありえません。漂白者様、何かわからないことはございますか？印について何を知りたいのですか？印が指しているものはこれらの根源と関わりがあります。その根源、もしくは指し示す場所や事件を理解することで、レイン様の伝えたい言葉や知りたいことが見えてくるかもしれません。印について何を知りたいのですか？はい、もし他にやるべきことがあるのであれば、一旦後回しにしていただいても構いません。印について何を知りたいのですか？漂白者様、何かわからないことはございますか？何でもお尋ねください。私ができる範囲でお答えします。レイン様の本名は死であり、レインに就任したことで君主と改めました。ですが普段はレイン様という役職名で呼ばれることが多いですね。何でもお尋ねください。私ができる範囲でお答えします。レイン様は、龍女という称号を持っておられるのですが、
それは採取である核と共鳴されているゆえのものです。私の知る限りでは採取と霊院の関係はそれぞれ異なるようですが、今週の採取と霊院の関係はまるで家族と似ています。ですが、これらはあくまでもレイン様の普段のお話から推測したものです。私も採取様には数回ほどしかお会いしたことがありませんので、何でもお尋ねください。私ができる範囲でお答えします。そうですね、その質問はレイン様だけに関係するものではないとだけ言っておきましょうか。あなた様にも深く関係するものです。私が話せるのは以上となります。申し訳ございません、漂白者様。何でもお尋ねください。私ができる範囲でお答えします。漂白者様、何かわからないことはございますか？今週について何を知りたいのですか？予期は紀元将軍が率いる駐屯軍隊で、先方衛の派人、防衛軍の副派、この二つの主力部隊からなっています。また東伯も同様に予期軍に属していますが、そのメンバーは主に一時的に配属されたボランティアや予備役の軍人で構成されており、石膏として役割を果たしています。あと今の軍はほとんどが共鳴者で構成されているというのも特徴ですね。今週について何を知りたいのですか？今週は交流の中で最も繁栄している場所ではありません。ここは辺境の地であり、残像町侵攻の最前線です。私にとって今週は特別な場所です。私には故郷への思いというものがわからないのですが、私が抱く今週への思いはそれに近しいのかもしれません。ここには私にとって特別な意味を持つ方がおりますので。そうですね、あえてあなた様がおっしゃるように今週を紹介するのであれば、とても大事な場所でしょうか。今週について何を知りたいのですか？漂白者様、何かわからないことはございますか？行こう。聞け。
脅迫者。結構時間かかったね。もしかしてレインさんも結構話が長いタイプ？レイン様、今は変帝にいないのか。確かに。しか？次々と蘇る無音句、あまりにも強大な残像、そしてレイン様の不在。あと謎の漂白者、今週はどうなってしまうのでしょうか。その息だ。それに編定、軍作譜、あと研究員にも報告したし、今やれることは全部やった。それにここは交流で今週何千年もの間にいろんなことが起きたけど、みんなの力でここまで来れたんだ。それに頼もしい良き将軍にレイン様と妻子様、私らだっているしね。シカの言う通りです。この3日間、漂白者さんには何か計画はありますか？そうだね、急がば回れだから。まずは城内でブラブラしよう。手がかりなんて急にひらめいたりするかもしれないし。物に隠されたメッセージか。レイン様、なんでこんな回りくどいことしたんだろう。つまり？はじめからレイン様は例の重要な客人が情報を解読できると確信していた。でも漂白者さんは記憶を失っていますし、それともレイン様には何かその客人に気づいてほしいことがあるのでしょうか。漂白者さん、レイン様に渡された印を見せてもらえますか。なんか思ったより小さいね。特別なところは見当たらないけど。丸っこい。子供の頃に食べたことある。まさに飴玉って感じ。でも今じゃあまり見ないよね。もう流行ってないのかな。懐かしい。これとても甘いんですよね。子供の頃注射が苦手だったのですが、注射を終えた後に看護師さんからご褒美としてこのような飴をもらいました。でも一体どういう意味なのでしょうか。これは小型の日時計でしょうか。太陽の光でできる影から時刻を計測する装置です。しかし一般的な日時計の目盛りは24。季節や月の表示がある場合もあるのですが、この日時計の文字盤はそれとも少し違うようですね。この日時計の文字盤は本来24あるべきの目盛りが十二支によって12に分けられています。
それと4つに区分されたメモリに視神銃が書かれていますね。散歩コートには青龍、白虎、朱雀、玄武は天の指令たり、持って四方を正す。王者は吸血、電覚を制するに法をここに取るなりと記されています。一般的に青龍は東方、白虎は西方、朱雀は南方を表し、玄武は北方を表すのですが、時間と方位を示す日時計、しかし日時計は実際の時間とは多少ズレがあるものですし、太陽光がなければそもそも使えません。わからん。この葉っぱの色変わってるね。なんて名前かは知らないけど。もしかしたら何か感知できるかも。無理でした。気のせいだったかも。いえ、本当に私の気のせいです。私にもこの葉っぱの名称は分かりません。ごめんなさい、漂白者さん。これはマンゴスチンですね。今週では輸入品しか手に入らないのですが、近くの市場で売っていますよ。ですが常に販売されているわけではありません。今週はしばしば残像潮が発生し、戦闘も頻繁に起こる場所なので、そういった交易路が遮断されてしまうことがあるんです。これらの印、特に飴玉に対しては、私もしかも子供の頃の思い出がありました。漂白者さんはどうですか？飴といえばお菓子。お菓子のことなら今週の子供が一番詳しいんじゃない？だよね。白氏も研究員で待ってるから。同じのは持ってないけど、これならあるよ。美味しいからあげる。レインのお姉ちゃんが言ってた。今週の曲には優しくしようって。
ソ研究員までまだ距離があるね。ここは…へへ、私と勝負だ。もちろん走りでな。前に常備機能をインストールしましたよね。その中に探索モジュールという項目がないか確認してみてください。な、まずはな、な、な、まずはデバイスにある探索道具を選択して、そんで鍵縄を選んでおけばいいんだって。翼の英雄を目指すんならこういった技も身につけないとな。早速試してみてよ、漂白者。ちょっと待ってね、何かあったみたい。うんうん、聞いてるよ。え、いつ行方不明になったの？大丈夫、焦らないで、すぐそっち向かうから。あ、仕事のこと忘れてた。もう時間やばいじゃん。ごめん、これから仕事に行かないと。終わったらまた合流しよう。何か急用があったら私の名前を大声で呼んで。さすればこの翼の英雄が颯爽と舞い降りる。名前を呼びながらデバイスで私にメッセージを送ればいいよ。すぐにすっ飛んでいくから。これ以上食べてたらさすがにまずい。もう行くけど二人で大丈夫？何かあったらすぐ知らせて。はいはい、行ってらっしゃい。私がいるから何も問題ありませんよ。漂白者さん、中へどうぞ。返信はないですね。実験中でしょうか。そちらにいる方は安全課所属の黒石武器の専門家モルトフィーさんですね。以前白紙から聞きました。白紙を呼んでもらおうと思ったのですが、今はちょっと間が悪かったですかね。前の試作モデルについて、それはうちの要望には概ね合っているのですが。本当に聞かなきゃいけませんか。どうした？何か私にできることでも。ございますか。すみません。
少しやりすぎたかもしれないですね。モルトフィーさん、私たちは喧嘩を売りに来たわけではないんです。私たち白紙の友人でして、彼女に用があってですね。なるほど、そういうことでしたか。お気を悪くさせてしまいすみません。いえいえいえ、とんでもないです。約束もなしにお邪魔したのは私たちの方ですので。白紙さんならデータ分析室にいるはずです。しばしお待ちを。呼んできます。ありがとうございます。この方が安全課のモルトフィーさん。ネオユニオン出身の方で、数年前から過疎研究員に勤めています。科学研究においてとても造形が深い方なんですよ。先ほどのように怖い印象を受けることもありますが、本当は思いやり深い方だと聞いています。歯科の話によると、モルトフィーさんは子供たちの間では大人気だそうです。何でも子供たちの要望ならどんなおもちゃでも作ってくれるとか。来ていたのね。分量谷のサンプリングデータなら現在分析中。本日中には結果が出るわ。漂白者の身体検査用の機器についてもすでに手配済みよ。それで変定への旅、何か成果はあった？白紙はどう思います、うん、飴玉については多少分かっていることがあるようだけれど、まだ検証の余地がありそうね。可能であれば全ての印に対して構造の破壊を除く検査と測定を行うべきよ。データは嘘をつかないから。日時計以外は反響下で検査と測定ができるわ。測定には放射線測定機器を用いるから、黒石研究の責任者へ申請を出しましょう。彼が黒石研究の責任者の一人よ。ここで待ってて。何か注意事項があればあらかじめご説明を。これより対象物の回収および約20分間の測定を行います。結果と分析の報告を行う場所は、部屋を出て右に曲がったところの測定室です。時間になりましたらそちらまでお越しください。
検査と測定には時間がかかるわ。他に用があればそっちを優先して、結果が出次第また連絡する。漂白者さん、研究員で待ちましょうか。別にいいけど、後で私のところに来て。身体検査があるから。検査機器は全て調整済みよ。これからあなたの身体状況と共鳴周波数における異常の有無を検査する。準備できたら始めましょうか。始める前に何か聞きたいことはある？サンプリングデータによると、あなたが倒した残像は怒涛級以上のものよ。そしてその周波数エナジーを自分の肉体で吸収したことも目視で確認できた。直接恩害を吸収したから表面上の異常は確認できないけれど、内部で異変が起こっている可能性もある。それを検知するためには機器による検査が必要よ。既存の報告や研究によれば、どんな恩害であってもデバイスを使用せずにその記録と再現を行うことはできない。それと、研究者として私もあなたの能力の仕組みを解明したいの。始める前に何か聞きたいことはある？残像は撃破されると、その周波数エナジー、すなわち残響をその場に残す可能性があって、それを共鳴者のデバイスを使用して記録すると、その共鳴者に従う恩害となる。デバイスには奴らを再現する機能もあるから、使い方次第では戦闘時に共鳴者の武器の一つとして使える。また再現以外にも、共鳴者自身を特定の音階の周波数と同調させてその姿になることも可能よ。概ねその理解は合ってるわ。準備できたら始めましょうか。始める前に何か聞きたいことはある？ヤンヤンから聞いた伝説以外、少なくとも私は聞いたことがない。でも見方を変えると、あなたの身に起こっていることを解明すれば、伝説の信憑性を証明できるということになる。準備できたら始めましょうか。無感謝を再現してみて。なるほど。加えてあなたのデバイスに無感謝のデータはない。
あなたの体が無感謝を吸収したという推測と辻褄が合う。無感謝の周波数エナジーはあなたに飲み込まれた。跡形も残らずにね。でもその仕組みはさっぱりわからない。まるであなたの体の中に周波数エナジーを吸収する機構が別にあるみたい。まだ判断するにはデータが足りない。端的に言えば、あなたの体にはもう一つの空間、あるいは生き物がいる。どうやら実戦で検証するしかないよね。そのまま動かず、デバイスをしっかり握りしめて。作った疑似ソノラ、私とヤンヤンがサポートするわ。いつも通り残像と戦ってみて。行こう。これも音の力だ。聞け、キャッ。隙だらけだ。これも音の力だ。自分と同じね。あなたの体に無感謝の影響は見られない。至って正常よ。より詳細なデータが欲しい。次はもっと負荷をかけるわよ。この光で。周波数エナジーに乱れがない。これもあなたの共鳴能力ではないみたいね。あなたの可能性はまだまだ未知数。さらなる検証が必要ね。これも音の力だ。光を前。
あ、これも音の力だ。行こう。力だ。チャンスはあるはず。行こう。はっ。ここは冷静に。はい。くらえ。これも音の力だ。行こう。データ回収完了。前方の出口から戻ってきて。通信が急に途絶えた。どうも様子がおかしい。もう一回出口に行ってみよう。月は一体。あれは残像。漂白者さん、漂白者さん。ああ、よかった。白氏、さっきのは一体。急に通信が切れるなんて。漂白者、疑似ソノラで何が起こったの？もっと詳しい情報が欲しい。鎌を持つ巨大な残像、無感謝ではない。おそらくそれ以上に強力な残像ね。これは疑似ソノラの稼働開始後初めての事例よ。ソノラは特定の場面を完全に再現できる。客観的に、いいも悪いも全て。そして研究員が開発したこの疑似ソノラは、ソノラと同じ構造的特徴を持っている。これが異常周波数の混入を防げない理由。つまり可能性として考えられるのは、あなたが異常周波数に影響を与えた張本人だということ。ソノラに入った時のあなたの心境、もしくは記憶が反映され、ソノラ自体が再構築された。どうもあなたの内面に関わる部分が多いようね。
ソノラに発生していた異常が漂白者の無意識と共鳴したのか、それとも元から漂白者の無意識でできていたのか。すぐに結論を出すことは不可能ね。ソノラの動作確認は改めて行うわ。とにかく身体検査だけ見ればあなたは健康そのもの、全項目の指標が規定値を満たしていた。でも何か異常を感じたらすぐ私に連絡して。いい？